どうもこんにちは。今日はですね、グッズのレビューということでございます。ご紹介したいのがこちらでございます。おかまにポンでございます。もうご存知の方はほとんどかなとは思うんですけど、実際使った方は少ないかもしれないので、まあ使った感想などを、まあ、話していこうと思います。まあ、おかまにポンですね、有名になったのが、以前にありましたあの米騒動の時ですね。もう10年以上経っているかと思いますけれども、その時に、日本で、まあ、お米が足りないと、まあ、不作がありましてですね、流通量が足りないっていうことで、足りない分を海外からお米を輸入しようという流れがありました。そこで、まあ、世界的にお米の流通がそんなになかったのこともあってですね、日本的なあの、短粒種っていう短いお米ですね、が手に入らずに、長いお米ですね、長粒種と呼ばれる、タイ米が、まあ、その当時大量に流通されたということがありまして、まあ、ご存知の通り、タイ米っていうのはですね、カレーとかああいうのに合わせると非常に美味しいお米なんですけども、普通に炊飯器で炊いただけではパサパサで美味しくないと。で、そういう時に、まあ、これを入れるとですね、お釜にポンを入れると、この油が回ってですね、ちょっとしっとりして、日本のお米的にちょっと食べれるということもあって、結構その時に話題になったので有名になっております。商品でございます。で、うちもまあその頃にちょうど初めて買って食べたことがあったんですけども、確かにそのタイ米の時使った時は美味しくなったような記憶があります。確か、ただだいぶ前の話なので、まあ記憶は詳細にはちょっと覚えられてないんですけども。で、この、まあそういう話は置いといてですね、おかまにポンなんですけども、実際中を開けてみます。まあ、有名なのでご存知だと思いますけども、まあこういう感じですね。こういう感じの白い玉が入っています。こういう感じですね。入っています。で、ここ、ちょっとぷにょぷにょした、中に液体が入っているカプセルなんですけども、原材料を見ましても、トウモロコシ胚芽油とか、ゼラチン、小麦胚芽油ということですので、周りのこのぷにょぷにょしているカプセル状のところがゼラチンと考えますと、まあ結局中油ってことですね。で、玄米のと、お米でもそうですけど、玄米の部分ですね。その、精米されて取れる部分の胚芽の部分に、まあ、栄養素がいっぱい溜まってるっていうこともありますので、それを、まあ、補給してくれるということでございます。で、使い方は簡単で、炊飯器にポンと入れるだけでございますね。炊く前に入れる。で、まあ、この種類でいくと、1から2合に1粒入れるっていう感じですね。うちみたいに5合だけで使っている場合は、まあ3粒ぐらいかなという感じですね。で、そのまま普通に炊けばいいだけなので、全然手間暇かかりませんし、難しくありませんので、そういう意味では手軽でございます。で、味がどうかっていうとですね、普通のうちで買ってるお米、レベルでいくとそんなに味が変わることはないですね。で、もともとやっぱりこの間お話したように、私あのお米に対してのテンションはちょっと高いですけども、まああの値段はケチって安く買うっていうことをまあ心がけているんですが、まあそもそもそんなに美味しいお米を食べていると、これで継ぎ足されたからといってそんなに味が変わるわけではない気がします。もっと変な安物のひどい
お米を買ってきて試せばだいぶ味が変わるのかもしれませんけども、一般的なその単一原料米で例えばコシヒカリとかを食べている現状でいくと、これを入れたからといって何か変わるということはないかなと思います。あ、味は何か変わるかなっていう印象はありません。で、何が変わるかっていうとですね、やっぱり中、先ほど言ったように中身が油なのでですね、ちょっとしっとりするというか、ちょっとコクが出るというか、そういう部分ではちょっと変化があるかと思うんですけど、それほどの変化はないです。一番の変化は何かっていうと、まあ開けた時の輝きですね、ご飯によそった時の輝き具合が、まあこれも油の効果だと思うんですけど、ピカピカ光っていてすごく美味しそうにふっくらとなっているように見えるので、それは、入れる価値あるんじゃないかなというふうに思います。で、うちもですね、これ、まあ、好き、なんですか、もう絶対必要だからって言って、買っているわけじゃなくてですね、うちのお父様からですね、たまに、まあ、健康のためにっていうことで送られてくるぐらいですので、積極的に買ってっていうのは、ちょっと正直思ってはいないです。ただ、健康を気にされる方でしたら、このビタミン E とかですね、白米だけ食べてると、ちょっとその栄養素があんまり入ってないから、玄米にしないととか思ってらっしゃる方には、まあ、疑似的にというか、栄養補給ができる。まあ、サプリメント代わりとして、こういうお釜にポンなんかを使っていくっていうのも一つの手かなと思います。やっぱり玄米っていうとですね、食べると、たまに食べると大丈夫なんですけど、あれ定期的にというか、継続的に食べるとですね、やっぱりちょっと味が美味しくなくて、継続ができないっていうことがあります。で、もちろんこれ人工的なものなので、それをいいか悪いかっていうのは分かんないんですけども、ちょっと玄米に飽きてきた時なんかには、白米にこういう補助的なお釜にポンを入れてですね、で、続けるっていうのがいいんじゃないかなというふうに思いますし、味はですね、まあ、それは玄米と比べ物にならないぐらい美味しく食べることができますので、そういう使い方がいいんじゃないかなというふうに思いました。なので、まあ、その健康に気にされる方とか、玄米はちょっともうダメなんだけど健康のためにと思ってらっしゃる方にはおすすめですし、使い方も簡単なので、これは、ぜひ、まあ、試されるのはいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、今日はこれぐらいで最後までご覧になっていただきまして、本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。